コシガヤ TV。 皆さんこんにちは、コシガヤ市議会議員の朝子隆です。よろしくお願いします。質問です。はい、いろいろな党派があるようですが、はい、何が違うんでしょうか。はい、質問ありがとうございます。党派が違う、まずそうですね、党派と会派っていうのがあるので、まず党派の方のご説明をさせてもらいますね。党はですね、俗に言う国の政党によって所属している市議会議員の方がいらっしゃいます。例えば、まあ、私もそうなんですが、自由民主党だったり立憲民主党さんだったりっていうので、党派っていうのが、それは大体国のですね、そういう政党のところでの割合があります。それ以外ですね、地方の方の政党の方もいらっしゃいますが、党という形ですと一応そういった規定で、なっております。で、党派っていうのがない、越谷市はないんですけど、あと会派っていうのが実はあります。こちらの方は、各議員が実は自分の考えとか、そうですね、あの政策とか、要は一人じゃ議員なかなか仕事ができないんですね。やっぱり多数決の世の中なので、そういうのでグループを組むんです。で、それが大体越谷市の場合は3人で、最低3人で、1会派、今何回、7会派ぐらい確かあるはずなんですが、各議員が、集まって会派というのを構成しています。例えば私がいる会派は、越谷刷新クラブという、主に無所属の会派の人間で3人で組んでおります。で、私の場合、先ほど言った、自民党だというお話をしましたが、なぜ無所属なのっていうところもあるんですが、一応個人として議員として、所属している政党が自民党、そして市議会議員として、越谷の市議会議員として所属している会派が越谷刷新クラブというような形になっているので、ちょっと分かりづらいのかもしれないんですが、その辺はですね、本当考え方や活動の内容とか、あとはそうですね、本当人のつながりっていうんですかね、そこによって、要は学校は一緒なんだけどクラスが違うみたいな感じで、考えていただければなと思っております。他にもですね、本当政党によったり会派によって、いろんな議員さん考え方も違いますし、活動も違います。その辺はですね、ぜひ、各市議会議員の方に、あなたは、どこの会派で、何党なのと、中には政党に所属してない方もいらっしゃいますので、無所属です、で会派はただここでですと、あと会派にもやはり入ってない議員さんもいますので、皆さんもですね、お近くの議員さんがいたら、そういうのを聞いてみてください。以上です。続けて質問なんですけど、はい、会派には自民党、民進党、共産党とかいろいろあると思うんですけど、いろんな党が混ざって入ることはできるんですか？すごく鋭いご質問ですね。一応ですね、今越谷市議会の中では、政党によって、混ざってるって言い方してるかもしれないですが、そういうのは基本あんまりないですね。私が所属してるところは無所属会派なので、私も自民党の議員としていますが、他の議員さんは本当に政党にも所属していない会派でございます。これちょっと難しい話なんですが、例えば、政党の公認候補者ですね、だけで、議員さんが、例えばたくさん集まって会派を組めば、その政党名を名乗れるんですね。越谷市議会の場合は、自由民主党越谷市議団さんっていう会派がございます。そこは、私の先輩たち、自民党の先輩たちの公認候補者の議員さんたちだけがいるところです。他の政党についても、その政党の名前を名乗れるっていうのは、やはりそこの政党のこう色が濃い議員さんだけが集まったところになってますが、あとは例えばそれにプラスしてですね、無所属の議員さんが立つと無所属の会派とかってなります。で、今のご質問みたいに、じゃあ政党が全然違う人たちが、じゃあ同じグループになりますかっていうのは、今までも多分、なくはないと思います。できなくはないです。ただやはり基本は考え方が違う人たちが集まっても、本当にそこでじゃあ話し合いがまとまりますかっていうところがやはり基本になってきますので、最近ですと国の方もですね、
まあ、別の政党にいた、国会議員さんが、自由民主党の方に入りたいよと。だけど政党にはすぐ入れないけど、じゃあ国会議員の会派グループの中には特別に入れてあげましょうというようなこともやっていますので、中にはそういう形では考え方が違うのにこう混ざってくるっていう部分もゼロではないです。よろしいでしょうか。ご質問ありがとうございました。他にもですね、いろいろな質問を募集しております。ぜひとも皆さんこちらの方にですね、この動画を見て思いついた質問でも結構ですので、どしどしご質問をお寄せください。お待ちしてます。よろしくお願いします。